その日は随分と平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオから、ある話が流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どこかの国の大統領が泣きながら話をするまでは。 ゲームはノーセーブ、机にほぼ手つかず、スイングショップルエル体を祈